オスカル・ロドリゲス・アルナイスは、スペイン・カスティー・ラ・ラ・マンチャ州、トレド県タラベラ・デラ・レーナ出身のサッカー選手、セビージャ・ FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。レアル・マドリード2006年から2009年まで、トレド県のロス・ナバル・モラレースの下部組織で過ごし、2009年7月1日に、レアル・マドリードの下部組織に入団した。以降は、順調にステップアップしてき、2015年から、 フベニール A でプレーフベニール A ではキャプテンを務め、2016から17シーズンのコパでカンペオネスフベニールでは、決勝戦のマラが CF 戦で、数的不利な状況で値千金の決勝弾を決め、チームの3シーズンぶりのコパ優勝の立役者となった。2016から17シーズン、フベニール A はリーグ戦、コパ、デルレイフベニールも優勝し、 クラブ史上初の国内三冠を達成しており、オスカル自身はチーム特典王にも輝いた。その驚異的な活躍が認められ、2017年夏のトップチームのプレシーズン遠征に招集を受け、2017年7月24日に行われたインターナショナルチャンピオンズカップ2017のマンチェスターユナイテッド戦でトップチームデビューを果たした。 7月27日に行われたマンチェスターシティ戦ではチームは1から4で敗れたが一種を報いるスーパーゴールを挙げたその活躍が認められ2017から18シーズンよりカスティージャに昇格以降も時折トップチームの練習に参加しておりカンテラの真珠未来のグティなどと紹介されている2017年11月29日の コパデルレイラウンド16の CF フエンラブラダ戦のセカンドレグでトップチームデビュー。CD レガネス2018年8月13日、経験を積むために同じマドリード州の CD レガネスにレンタル移籍。契約期間は1年間。2018から19シーズンの第4節のビジャレアル CF 戦で一部デビュー。第6節の FC。 バルセロナ戦では勝ち越しゴールを挙げ、自身の遺跡後初ゴールと共にレガネスのシーズン初勝利をもたらす値千金のゴールとなった。2019年5月31日、レンタル期間が2020年6月まで延長されたことが発表された。セビージャ FC2020 年8月29日、セビージャ FC と5年契約を締結したことが発表された。ありがとうございます。